搜卡利灌优胜，浓浓酸味。他是日本的卡利冠英卫，这是他第二度来台了。今年才20岁的他，日前登上 Oricon 带路时尚教主的宝座。哎呦，把鞍是甩得远远的呢。我们逮到机会，当然要看看这新科时尚教主随身带什么武器喽。これが私のバッグなんですけど、どうはウエストポーチなんですけど、普段は肩掛けをしていて、こういう感じで背負ってます。みたいな感じも便利なんで。真是怪的名不虚传啊！难道腰包放在腰上，手就空不出来吗？なんかは。財布ですね。ミディアムストックの財布を使っています。まあカードがいっぱい入ってたりとか、日本でポイントを結構貯めたりしていて使っています。あとこれ香水ですね。マヨリカマジョルカの香水を使っています。塗るタイプです。これがアナスイの鏡で手鏡をバッグの中に入れています。あとは。梅ですね。これは大好きで大好物の梅です。酸っぱいです。是的，知人知面不知心。卡利冠妞一副甜心样，竟然最爱吃酸的要死的梅子啊！梅持ってます。もう海外だと300袋ぐらい持ってきてます。苹果娱乐新闻，长大可以嫁梅子超人哦，报道。